この動画では、日本語学会の研究発表会4種類のうち、ポスター発表の発表形態について、発表者と参加者向けに Zoom ミーティングで参加する方法を説明します。発表方法については、日本語学会ウェブページに掲載されているオンライン大会参加マニュアルに詳細があります。詳しくはそちらを参照してください。こちらでは、画像を多く使って視覚的に説明します。 ポスター発表は、発表者が一つの研究成果について大盤のポスターを用いて発表を行い、聴衆と自由に議論を交わす発表形態です。オンラインでは、ポスター原稿はあらかじめ日本語学会のウェブサイトに掲示しておいて、事前に閲覧してもらいます。この発表の参加者には、発表者、聴衆である一般参加者、会場担当委員の三種類がいます。 発表は、発表者が主導する形で質疑応答を中心に行ってもらうことになります。並行する会場が複数ありますので、発表者は聴衆が常に出入りしていると考えてください。また、口頭発表のようなプレゼンテーションの時間は設けません。現地開催では、発表会場となる複数の教室を同時並行でポスター発表の会場とするのが一般的です。 その状態に近いオンライン会場としてポスター発表では Zoom のブレイクアウトルーム機能を使います会場には ID とパスコードを使って入ってください最初に入った部屋がメインルームとなりますこのメインルームの奥に同時並行の個別会場を設営してありますそちらが実際のポスター会場ですこの図では7会場を例示してあります メインルームから各自が個別会場へ移動して、実際のポスター発表に参加することになります。会場間を自由に移動できますので、時間内であれば複数会場に参加することが可能になります。メインルーム・ブレイクアウトルームには、会場担当の委員が1名以上参加しています。不具合が生じたときは、チャットを使って相談してください。移動方法について、具体的な操作を説明します。 ここではパソコン画面での見え方で図解していきます最初にメインルームから個別会場に移動する方法を説明します画面下の中央にあるブレイクアウトルームをクリックしますするとブレイクアウトルーム進行中という画面が出ますので移動先の会場の参加をクリックしてこの場合 P の位置に参加しますかのはいをクリックします するとそのまま移動が始まります個別会場から他の個別会場への移動もだいたい同じです画面下の中央にあるブレイクアウトルームをクリックブレイクアウトルーム進行中という画面が出るので移動先の会場の参加をクリックして参加しますかのはいをクリックするとそのまま移動が始まります 個別会場からメインルームに戻る方法は、ちょっと注意が必要です。画面右下のルームを退出するをクリックして、ブレイクアウトルームを退出をクリックしてください。もし、ミーティングを退出をクリックすると、Zoom から出ていくことになりますので、気をつけてください。移動方法の説明は以上です。最後に、質疑応答について説明します。 ポスター発表では、質疑応答の進行は発表者自身が行ってください。会場担当委員は、開始と終了の合図、参加者のトラブル対応を行います。質問者は、自分のタイミングでミュートを解除し、ビデオを開始して発言してください。なお、ビデオは必須ではありません。質問が順番待ちになった場合は、手を挙げるのボタンを押して発表者の指名を待ってください。 チャットの使用については、発表者の指示に従ってください。ポスター発表の時間配分を概観すると、このようになります。最初に、開始直前の休憩時間中に、会場担当による事前のアナウンスがあります。進行の説明や題名と発表者の紹介などです。アナウンスの後、 会場担当が指示を出すタイミングで、発表者はポスター PDF の画面共有を始めてください。開始時刻になったら、質疑応答の発表コアタイム60分に入ります。発表コアタイムの終了後、15分のフリータイムを設けます。この時間は、発表コアタイム終了時からルームを閉出するまでの猶予時間です。 発表者は、ルームに残った参加者と自由な意見交換を行っても結構ですし、ルームを退出しても構いません。発表コアタイムの時には、会場担当委員が各ルームに常駐しますが、フリータイムの時には常駐しません。発表コアタイムの冒頭では、発表者はビデオを開始して、マイクのミュートを解除して、ごく簡単に自己紹介や題名、PDF の説明をしてください。 具体的な質疑応答の方法については次の通りです。最初に、発表者が一般参加者に質問を促します。質問者は自分のタイミングでミュートを解除し、ビデオを開始して発言してください。なお、ビデオはオフのままでも構いません。ミュート解除は、画面の左下のミュート解除というボタンをクリックしてください。隣のビデオの開始をクリックすると、ビデオもオンになります。 で質問に対しして発表者が回答しますもし質問が順番待ちになった場合は画面の右下の「1リアクション」「2手を挙げる」の順でクリックして発表者の指名を待ってください。指名された人は「ミュート解除」をクリックして発言してください。でまた発表者が回答します。これを時間まで繰り返すということになります。 発表コアタイムの55分経過のタイミングでアナウンスがあります。5分後に発表コアタイムが終了し、そこから15分のフリータイムに入ります。フリータイムが終わると、メインルームもブレイクアウトルームも両方とも閉出します。その5分前になると終了のアナウンスがあります。これでポスター発表が終わるということになります。 最後に会場を退出する方法2種類について説明します。一つは画面右下の「ルームを退出する」をクリック次に「ミーティングを退出」の順でクリックしてください。もう一つの方法は右上のバツマークをクリック次に「ミーティングを退出」の順でクリックしてください。退出後も再参加が可能です。以上でポスター発表の説明を終わります。 他に、運営方法と口頭発表、ワークショップシンポジウムについて別の動画があります。ウェブ上で公開している文書にはスライド右側のようなものがあります。以上です。